ますけれども、いやいきなりだけどさ、やっぱプロポーズって一発でビシッと決めた方がいいと思うんだよな。やっぱ男としてプロポーズは一発でビシッと決めるべきなんだよ。だから練習したいんだけどさ。声でかいよ。声がでかい。俺ここにおるやろ。プロポーズの練習をしたらええよ。今から真面目な話するからちゃんと聞いてほしいんだけど。彼女どうなる？ここにいるよ。ここ？お前声でかい。いやお前遠くに彼女がいんやったらお前そのボリュームでもいいけど、ここにいんやったら普通の声でいいから。あ、なるほどな。振られんだよお前せらって。いやいやいや、お前普通にお前調節してせえや。3年間お前と付き合っていろいろあったけど、でもやっぱり俺にはお前しかいないんだ。離れてってない？結婚してくれ。逃げられたんちゃう？おどういうこと？追っかける予定なの？いろいろ迷惑もかけたし心配もかけたし、ろくでもない俺だけど、一緒のペースで走ってるよ。だけどどんなことがあってもお前のこと幸せにするから。彼女スピード上げたよ。お前の気持ちを聞かせてくれ。逃げられたよ。一緒だけどお前のこと大丈夫か。こんな彼女が横切ったよ今の。うるさい。 いや、お前が言うな。どうもありがとうございました。